どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、タウンホール9に対してのバルガ語について紹介していきたいと思います。バルガ語っていうのはやっぱりですね、基本的にやっぱタウンホール9のベースとかっていうのは、対空砲っていうのは真ん中にそのバランスのいい感じで、集中しておりますよね、やはり対空砲が。なのでやっぱりバルガ語をやる上でラバーハウンドとかを組み込まないとやはりきついかなとは思うんですけれども、今回私がやってきたリプレイっていうのはラバーハウンドが一応組み込んではあるんですけど、そこまで機能しなかったんですね。その理由については後ほど喋っていけたらなと思います。今回クラン戦も相手完全に慣れてますね。うん、慣れてます。はい、いいや。リプレイですね。そうですね、やはり、このベース、まず分析から入るんですけれども、対空砲が非常に4つ離れていると。こうと。なので、その星2っていうのが確実に取れますよね。この対空砲を破壊しちゃえば、対空砲の範囲はこの辺ですので、タウンホールも破壊できますし、そしてアーチャークイーンとかで、外周とかを破壊していけば 50% 取れるんですよ。ですけれども、結構その対空砲がやっぱり端にある配置っていうのは、結構その余裕なので 100% いけるかなと思ったんですけれども、いけませんでしたね。94% で終わってしまいました。そしてこの配置を攻めるにあたって、クランの城の位置ですね。クランの城の範囲が非常に援軍が釣れないということなんですよ。なので援軍が釣れないので、今回私ライトニングを持っていきました。そのライトニングを持っていくにあたってですね、気をつけなければいけないことがありまして、私も攻める前に1人の方が攻めていたんですよ。それで、そのクランの城の中に入っているユニットがアーチャークイーンじゃなくてアーチャーが25体だったかな。なのでライトニングを持ってきました。ここでドラゴンとかが入っているともうできないので、やはりその援軍が釣り出せないベースに対して攻撃するときは、やはりその最初に攻めたそのリプレイを見るであるとか、本当に援軍が釣れないのであれば、バルガ語はやめた方がいいですね。はい、ということで見ていきましょう。ですね、今回もう援軍釣りをしないので、もうレイジで、さっさとですね、その手前の対空砲を壊してしまいます。はい、これは結構一般的ですよね。そしてですね、普通にバルガ語ですから、そしてラバハウンドがいるんですけれども、本当ラバハウンドの移動速度が速くてですね、そうですね、やはり、その先ほどっていうか最初の方に機能しないよって言ったのは、やはりそのラバハウンドの移動速度が非常に速くて、対空砲が離れているということになると、ラバハウンドはこのですね、対空砲が壊れた時、こっちに行きますよね。なので、そのバルーンがですね、遅いので、追いつかない。ですね。なのでそこまで機能しなかったっていうのが今回の反省点ですね。そして思惑通りといいますか、星に取るんであればアーチャークイーンがここにいますので、もう普通に余裕で壊せちゃいますね。はい、そして巨大クロスボウとかももうね、破壊すれば余裕なので。そしてそうですね、ミソとなるポイントはもう基本的にはそのバルガ語で星にを取るのであれば、こういうベースに対してはそのバルガ語で破壊してアーチャークイーンで、倒すっていうのも余裕なので、やはりその対空砲が離れているっていうのは非常に致命傷ではありますよね。あとはアーチャークイーンとババキンの、あれなので、この時点でまだ 74% で、そのアーチャークイーンとババキンが最後に本当どんどん持っていくという感じですね。あとはアーチャークイーンがただやるだけなので、このリプレイはいいですね。今回は、もう一度ちょっとベースを 見たいですね。今回はですね、やはりその本当に対空砲が離れていて、そしてなおかつ援軍が釣りにくいというか釣れないというか、釣れることは釣れるんですね。釣れますね。釣れますね。釣れましたね。はい。ということで今回は、バルガ語でその対空砲が外側にあるようなベースに対してのバルガ語でした。参考になれば幸いですけれども、こういうベースも結構ありますからね、今の時代というか最近も。なので、参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。